本読んでる、本読んでる、やってるやってる、これはさすがにやりすぎ。あーもう最悪でした、やりすぎやりすぎ、それはやりすぎ、ゆきちゃんそれはやりすぎ、冷静に、これ冷静に、冷静に落ち着いていくな。どうする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 、遅刻か動画がストックか、ストックか遅刻か動画が撮るんやったらどれするどうするどうする、うーん、両方ともやばい、両方とも撮っとこう、トーナー、よし、行こう行こう、ウキちゃんなら2個同時進行でもいけるよねって、知ってるよ、頑張ればできるよね、知ってるよ、テンション上げていこう、テンション上げていこう、落ち着いていこう、とりあえず両方とも免れるように頑張ろう、うん、カメラの角度はちなみにゴミです。考えて落ち着いて、まず落ち着いて、まず落ち着いて考えてもらうと、まず化粧は絶対にしないといけない、なぜならば打ち合わせ、真剣的な打ち合わせであるから、これだけは絶対にしないといけない。で、無駄な動き多いよ、うきちゃん無駄な動き多い、もう今日はもう動画とか本当は撮ってはいけない日であります。うん、こんな日に寝坊はさすがにやらかしすぎている、ほんまにやばいって多分伝わってると思う、これだけ焦ってるってこと、こんな大事な日に寝てしまう、寝過ごしてしまう、あなたはもう病気。あ、でもちょっと待って、カメラの角度どうしよう、うーん、これちょっといけてないやんな、絶対ちょっと待って、こうなってるやんな、絶対こうなってるか、戻さないかな、どうしようかな、うーん、ウキモトさん家へいらっしゃい。なぜこういうことになったのか説明できるかというと、そうなんだ、昨日私は遅くまで編集しすぎたんだ、うん、しすぎたせいで今こういう朝の迎え方をしてしまっている。今日なぜ寝坊してはいけないかというと、打ち合わせがあるんだ、この打ち合わせを寝坊してしまうということは一巻の終わり、今後の付き合いが変わってきてしまう。トーナー、これはやってる、やりすぎやりすぎ、これはやりすぎ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 、まあ簡単に言うと、とってもね、違う違う、大丈夫か、今眉毛をスクリューブラシしようとしていたと、そっちで若年者アルツハイマーかも、じゃあほんまにやばいの、もう見比べてないとあかんように、今回だから絶対寝直してあかんねんやと思って、本来ならば動画を撮ってるのはもちろんないぞ、だけどもウキちゃんは安定にストックがないのでこのまま続行し、一つだけ言わせていただきたいことは、引っ越しとか初めての寝坊なんだ。っていうことは、駅までの道のりもまだはっきりと分かっていない。ということは、出発時間は本来よりも早めに出ておかないといけないんだ。なのに、君はとんでもない寝坊をしてしまっている。にもかかわらず、動画を回そうとしてしまっている。トーナー、ボケてる暇ない、ガチでボケてる暇ない、動画も不調やし、なんか遅刻もしてしまうって一番やったらあかんことしようとしてるよ、うん、全然うまいこといかん日ってあるやんか、そういう日になろうと自らしているよ、うん、師匠はよせ。それでは今から芸術作品を作成していきます。さあ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 、ウキちゃん今回はとりあえず謝り倒す作戦でいきましょうと、うん、言い訳としたら、家の前でおばあちゃんが転げていました、それを助けていたため遅れました、まずこれパターン1、そしてパターン2、何者かが家に侵入し、ノートパソコンや携帯だけをパクっていき、ここの油のりとかもプレデターよりと、トーナーはい、よく私ね、皆さんに伝授してきたと思われるんですけれども、ファンデーションは気持ちで塗り、ポイントはとりあえず粉をぶちかませ、で次に素晴らしいのといえばと、こちらね、ナーズのチーク、トーナー、ウキちゃんの毎日メイクを紹介してほしいっていうのをね、すごくお声いただいてて、ずっとやる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 言うてずっとやってなかった、ついに3月1週目か2週目頃には動画上がると思いますので、お楽しみにしておいてくださいと、欲しいなこいつで、まあ簡単に言わせていただきますと、ウキちゃん化粧めちゃくちゃいつも適当やから何の参考にもならないと思うんですけれども、化粧のマインドとかはお教えすることができますね。心の方ね、化粧で大事な心得っていうものはね、お教えすることができます。化粧は確かに上手ではありませんし、化粧品も何のこだわりもない、もうなんか化粧品っていう美容系 YouTuber としてはすごい失格なことをしてるんですけど、適当でもいい、愛嬌で乗り切れ、ほんでもってほんでもって
もってほんで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 もってここ光合成させてもらって。いっちゃがいいや。サメ様ご来店です。ラジオプレイ。トノ。ポイントをねお伝えしたいんですけれども、これはとりあえず色素沈着を狙ってください。はい、皮膚という皮膚の隙間に粉をめり込ませる、そういう表現。春といえば、皆さん春といえばね、あの花粉症が始まりますけれども、花粉症をお持ちのフォロワーさんいらっしゃいます？ウーキはね、あの花粉とてもひどいから、すごく目が腫れてしまう。目が腫れてしまうことによって毎日眠たそうと思われる。そして目つきが悪くなることによってメンチを切られるという現象に悩んでいる。すごく不健康そうに見えるっても言われるので、春はみんなの化粧のポイントとしては明るい色を入れることによって花粉症をごまかせるかなと思う。うん、あの目がきれい結膜炎になったとしても、赤のアイシャドウ入れといたら、こいつちょっと結膜炎明かしてるだけかなと思われるでしょ。それが大事。まあ、雰囲気で大体縫い切れればどうにかなるから、化粧は。あと、あまりの化粧のりの悪さに黙ってしまう現象が起ころうとはしているけれども、まあ、愛嬌と笑顔で今日は乗り切るという形でどうにかなります。うん、ほんでこのクソおもんない動画、これも編集でどうにかします。二頭ものは一頭を得ずでね言いますけれども、ウキちゃんは両方とも勝ち取ってしまう。もう最終奥の手、タクシーがありますから。タクシーがありますから落ち着いてください。タクシーがありますから、まだ間に合う可能性はあると。落ち着いていこう。でもさ、まあ人間さ、何回さ、なんか気をつけようと思ってもさ、やらかしてしまうことってあるやん。でもそれをずる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 引きずってしまうのは良くないんです。あ、なんか今日やらかしてしまったな。オッケーオッケー。明日は気をつけよう。それでいいんです。それ以上の探求はしませんと。まあ、なんせ、謝ればいいからちゃんと。今日寝坊して。本当にすみませんでした。切り替えて頑張ります。 OK 顔面完成。はい、というわけで、もうこの後の浮元はもう髪の毛をこうまとめさせていただいて、弾丸で服を着替えてレスラーゴーチャーするので、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ガチの今日はクソ適当運。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画がおもろいなと思ったら、その組チャンネル登録、グッドボタン、高評価といいねと無断転載どんどんしてまーす。というわけで次回の動画配信でお会いしましょう。ほらねー。